こんにちは、Gです。今回は PC で Linux を安定して利用するためのお話。 Windows 機に Linux をインストールしたとき、ブートできなくなったりしませんか？うまく動作しても数日でグラブレスキュー画面が出て起動不能になる。そんな経験ありませんか？どうすれば安定して Linux が運用できるのか検証をしてみました。テストに使った機材は画面の2機種。実験は Windows 実装 SSD はそのままで、外付け USB SSD に Linux をインストールして動作評価を行いました。これものすごく時間のかかる実験でした。そして Linux のディストロによって挙動が変わることに気がつきました。 Debian 系のディストロは高確率でブートできなくなる。私の環境では高確率というより数回の起動で確実にグラブレスキュー画面になりました。試したディストロは画面の通りです。ブートできなくなった時はグラブコマンドやブートリペアで修復を試さなければなりません。でも修復に失敗したり、 Windows、Linux 両方が壊れて Windows 回復からやり直しが必要なことも結構あります。様々な修復の方法がネットで公開されていますが、この動画では修復の方法はご紹介しません。というのも、修復しないといけないこと自体おかしいですよね。ちゃんと動けよという話です。修復を前提にインストールするほどの価値があるんでしょうかね。Debian 系ディストロは Windows とデュアルブートで、ブートメニューからの切り替えは使っちゃいけない。極端ですけど、安定的にディストロを使うという意味では、これが動作評価の結論です。なお Debian 系には画面のディストロが含まれます。全部は検証してませんけどね。翻ってアーチ系、レッドハット系は全くブートエラーが起きません。少なくとも数週間の評価の間、何度起動を繰り返してもトラブルは起きませんでした。試したディストロは画面の通りです。ということは、 Windows と切り替える場合、 Debian 系を避ければトラブルがないということですよね。もちろんこの結果は私の環境のみの検証ですし、トラブルは起きにくいだけなのかもしれません。他の機種でのディストロの組み合わせでは違う結果になるかもしれませんので、ご了承を。でもグラブレスキューの修復動画の大半はUbuntu が対象みたいですね。検証結果から外部 USB SSD にアーチ系とレッドハット系ディストロをインストールして、3ヶ月ほど動作評価を実施しました。確認のための追検証ですね。この PC は USB 2.0 ポートしかないので、SSD はもったいなくて USB のみでテストしました。この PC では外付け USB と SSD 両方でテストしています。皆さんの環境でどうなのか確認するには簡単な方法があります。外部 USB SSD にアーチ系またはレッドハット系ディストロをインストールして、
ブートメニューから起動をお試しください。何度か起動を繰り返すだけで安定的に利用できるか確認できます。検証の結果から HP ProBook 上での Linux の扱いを検討しました。目的は Linux 評価機として運用できるようにすることです。この PC は SSD 起動で Windows 11が入っていて、これはそのまま使います。もう1台 SSD を内蔵できるので 500GB の SSD を入れ、パーティションを切ってマンジャロをインストール。 Windows 11とマンジャロはブートメニューで切り替えて起動しており、3ヶ月トラブルなしで共存できています。残りのパーティションはデータエリアで、 VMware のデータと ISO イメージ置き場にしています。 VMware には画面の8種類のディストロをインストールしています。パーティションには270GB 割り当てていて、使用領域は 150GB 程度です。 CPU はそう速いものではありませんが、 VMware 上でブラウザーの動画再生では必要十分な速度が出ています。 VMware に頼るのは本意ではありませんが、ブートエラーの子守はあまりに無駄なので、 Windows の載った HDD、SSD にパーティションを切って Linux をインストールする方法は今回は試していません。ブートエラーを考えて、この方法は基本的にお勧めしていませんでした。Windows、Linux 両方を失う可能性が高くなるので。でも今回の検証で Arch 系や Red Hat 系のディストロならパーティションを切っても安定利用できるかもと思います。 Linux の正しい利用方法としては、 Windows を削除して Linux だけにするのがベストだと思います。さて、話は変わりますが、ラズパイが買えなくなって2年が過ぎました。Amazon での現在の価格をご覧ください。パイ4だけだと1万6000円から2万円くらい。パイ4スターターキットだと2万6000円から3万3000円ほどのようです。こんな価格ならラズパイにこだわる必要ないし、その価値もありません。為替やサプライチェーン、需要低迷など世相を考えれば、元の35ドルや55ドルとかに戻る可能性は低い。なのでラズパイは諦め、代わりに安い PC を探してみました。傷があるとか動作チェックされてない PC などは避けます。時間をかけてチェックを繰り返せば、相場や怪しさがある程度分かってきます。テレワーク用だったんでしょうか、リース落ちのビジネス PC が中古市場に結構出回っています。私の主な用途はLinux 評価用なので、スペックは中級機で十分です。予算3万円以下で数ヶ月探し、ノート PC、 HP、ProBook をゲットしました。 500GB の SSD と 8GB メモリーの追加をしたので、最終価格は3万6000円くらい。購入した PC のスペックは画面の通りです。ビジネス用ノート PC なので、モニターやキーボードのクオリティは今一つですけどね。消耗品などが入手しやすいので、HP に絞って探しました。私の場合、
現状 PC8 台持ちなので、スペースの関係上を収納できるようにノート PC になりました。ノート PC でなくていいなら HP プロデスクなら手間をかければ1万円台で手に入ると思います。ゲーム中心でない限りそこそこの CPU で十分で、高速な CPU、GPU など不要です。ラズパイ手に入らないならちょっと方向を変えてみるのも一興じゃないでしょうか。一度ヤフオクでも覗かれてはいかがでしょう。ご覧いただきありがとうございました。今回ご紹介したノート PC を見て知人 A が言いました。ヒューレットパッカードじゃなくてなんで国産買わないんだ。いやー、国産は高いし玉が少ないから手が出ないわ。 NEC とか富士通とかビジネス PC はいっぱいあるんじゃないの。いやー、それみんなレノボで中国製だよ。もうね、国内の PC 大手は全滅して久しいね。逆にヒューレットパッカードは東京製造を謳って営業してるよ。今時 NEC なんか使ってるのは中国寄りだから静岡県くらいじゃないかな。ではまた次回。